どうも、シミョンです。歩道橋上からすいません。安定感あるわね。雨が降っててすいません、シミョンです。京都は急に寒い。ちょっと段階あるやろ。なんかホップステップジャンプぐらいにしてくれた。あ、季節がね、ホップステップワープしてるやん、ほんまに。キレキレじゃん。ちょっと九条油の工事に出るんですけれども、まあまあイオンモールの近くですわ。こっちに左行ったらイオンモール。うわ、雨降ってきた。雨の日は世話しないね。この辺りに家系のラーメンがあるんですよね。ちょっとね、気になるので行ってみたいと思います。イオンモール京都の近く、九条油の工事から西の東院へ。九条車庫の交差点から徒歩すぐ、黄色い看板が見えてきます。京都市南区東九条西山町、目当ての家系ラーメン満天兄弟さん。満天兄弟さん一押しの人気ナンバーワン、横浜家系豚骨こってりラーメン750円。それでは早速いただきます。めちゃくちゃ美味しそうなラーメン、そのお味は？スープはとてもコクがあって濃厚。まさに家系の王道。このこってりさがたまりません。麺はずっしり太麺。食感はやや固め。男臭さ全開のラーメン。家系の特徴でもあるほうれん草。ラーメンの味がとても濃いので、このほうれん草もご一緒に。このほうれん草の次にいただくのが、一枚の大きなチャーシュー。濃い味が続きます。ここでまたほうれん草に戻るのか、それとも海苔と一緒にいただくか、意見が分かれるところです。間違いなく気合の入る元気の出るラーメンです。この表情を見てください。最後に残しておいたうずらの卵と麺を一緒に、海苔をスープに浸して麺と一緒にすする。さらにまたほうれん草に戻る。いろんな食べ方をしたらあっという間にフィニッシュ。美味しくいただきました。ごちそうさまです。晴れてしまってすいません。謝ってばっかだな。私の地元でもある南区の東九条にある満天兄弟さんへ行ってきました。まだね、この辺り家系のラーメンがないので、まさか私の地元にですね、こんな美味しい家系のラーメンがあるとは思いませんでしたね。まあ、家系といえばもう豚骨のスープにもちもちの太麺、そしてほうれん草が乗った感じのラーメンなんですけれども、まさにそんな感じで、またねこのチャーシューも1枚がめっちゃ大きかったですね。スープがだいぶ濃厚やったんで、めちゃくちゃお腹いっぱいになりましたね。満天兄弟さんの以前のお気をつけて何の話やったかな。ポンコツ天然って言ってあげて。満天兄弟さんなる前、中学高校時代めっちゃ行ってたあっちゃんっていう焼肉屋さんやったんですよ。そこの焼肉がもうめちゃくちゃうまくて、なんかもうカルビだのロースだのめっちゃ頼んで食うてた記憶あるんですけど、それがなくなっちゃって、踏んでからこの家系のラーメン屋さんに変わってたので、ちょっと驚きましたね。驚くと同時に私の年齢もバレてしまうんですけれどもね。またあっちゃんのねママさんたちもめちゃくちゃいい人たちで、いや懐かしい、また食べたい。いや自分でも年取ったなって思いますね。全員そうだよ、みんな年取るんだから。焼肉屋さんの名残か、テーブル席にきちんとしてあって、でまあカウンター席は5席ほどでしたかね。平日のお昼時だったんですけど、結構僕が入る前は結構ね大人数でダダダと出てきはって、で僕が入って僕が出た後もまたダダダって人が入ってたので、並んだりする可能性もあります、ね、満天兄弟さん美味しいもんでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。